コウイカセピアエスキューレンタは銃、腕型上目光イカ目に属する等速類の一種である。日本近海において最も普通のコウイカ類で水産上重要である。他のコウイカ類と同様に外頭膜に囲まれた胴体の背側に石灰質の甲を持つ。越中ではイカと呼ばれる。また、ハリーカセピアマドカイアダン1939と 混同され、本種もハリイカと呼ばれることがある。逆にハリイカエスマドカイの方はコウイカモドキとも呼ばれる。ハリイカは、銅の先端に硬い広角の針が突き出ているためだと、される。その他、スミイカやマイカと呼ばれることも多い。スミイカは墨袋が発達しているためだとされる。マイカは、根性で、その地域の主流のイカを意味しており、地域によりスルメイカや、剣先イカ。 シリア系かもこの名で呼ばれることがある。河野では、河イカを、銅の中に、船形をした骨があるイカの総称とし、本種を、マイカ、別名に河があるため、河イカとしている。また、東京では、大型のものをモンゴーと呼び、関西では星イカというとある。現在は、モンゴイカは、雷イカや、トラフコウイカまた輸入される。 ヨーロッパ公イカの市場名だとされることが多い。星イカは、肺褐色の背面に、白色反転が散在しているためであるという。また、河野では、雷イカや、シリアケ、シリクサリという地方もあるとするが、現在これらは雷イカセピアリスダスグレー、1849及びシリアケイカセピラジャポニカササキ、1929と別種に当てられており、 混同されている。十、腕型条目は、伝統的に、定性で甲を持つ甲以下類という衛星で、石灰質の甲を持たない、筒以下類に2分され、そのうちの前者に属している。また、甲以下化,化は、ボス、クロムーブへ通る、ヤングへ通る、などに基づけば、甲の形状等の形態形質により三族に分けられ、うち最大の甲以下属セピアに属している。 高イカ族は、ヨーロッパ近海に生息している、ヨーロッパ高イカ、セピアオフィシナリスリンレウス、1758をタイプ種とするが、最近の分子系統の結果では、ヨーロッパ高イカは、本種高イカや、トラフ高イカセピアファラオニーズエーレンベルク、1831といったアジアに産する高イカ類とは禁煙でなく、むしろシリア系カセピラジャポニカササキ、1929。 に近いことが分かっており、族は系統を反映しておらず未整理である。また、歴史的に後位家族は、複数のア族や種群に分けられてきた。ニーフは、本種を、タイプ種に、プラッテセピア族を設立したが、クロムーブ・エトールは、後位家族を6つの種群スピーシーズコンプレックスに、分け、本種をその中のアカントセピアン主群に置いた。オクタニアワームスでは、 プラッテセピアア族に置かれている。オルトマンは、セピア・ホイリー・オルトマン、1888という詩を、設立したが、佐々木によればこれは、自身の所有している本種の若い標本と非常によく、似ており、本種と同一種であると考えられる。ホイル、アナルズマガジン・オブ・ナチュラル・ヒストリー、5、16、P188 にて、セピア・エスキュレンタ・ホイル。 1885として記載された。タイプ産地は日本の横浜市場である。新タイプがロンドン自然史博物館にあり、1個体のオスと1個体のメスである。本種の背面、土佐佐賀港で取られたもの。本種の側面、同一個体。外頭長は最大約18センチメートル。体重は約600グラムの中型のコイカ類。 外頭膜の外形は荒い楕円型で、後端は貝殻の棘があるため、多少円錐型になる。最大外灯幅は、背側外頭腸の半分よりも大きく、その位置は中心付近にある。外頭膜の腹円はわずかに湾入し、線は広く三角状に、外頭腸の位置、7程度と支出する。体色は、外頭背側には、 黒褐色の帯状半が横に走り、黄色の消化流状突起がある。ヒレの基部に沿って銀体が走る。この銀体の内側に沿って黄色くやや細長い突起が断続的に並んでいる。外頭膜覆面は蒼白色であるが、ヒレ規定の銀体は覆面からも明らかに観察できる。ヒレは、 前端から数ミリメートルのところから始まり、該当側縁の90%近くを覆う。ヒレ後端は、両洋間に、わずかな間隔が空く。ヒレ幅は、胴体の1、6から1、5で、ほぼ頭幅で後方にやや広がる。ロート時は普通の大きさで、第4腕の間の角度より、わずかに小さく広がる。背側のロート時は逆 V 字型で太く、副側機は、 卵円形。ロート軟骨器は沿道型で、前方はやや持ち上がっており、溝は深い。外頭軟骨器は細い半月型。頭部は幅広く、外頭膜の開口部分と同じくらいの幅であり、外頭幅より狭く、外頭腸の30%程度。頭部背面から腕半口側に沿って淡紅色の像が走る。 遺構膜には円に7個の吸盤のない突起があるが、メスでは、腹側の2個は、完全に丸くなっている。メス生態では、遺構膜の腹側部分の突起は顕著な卵型の、スパームパッドで、これは、末端が滑らかで、基部は深くシュワがより、1体の上状の受精卓がある。精査やは長く、その長さは17ミリメートルである。10、腕類の名の通り。 高以下の腕は10本あるが、うち2本は、触腕と呼ばれ、ポケットの中に完全に収納することができる。触腕は、他の腕とは違って吸盤は、先端の触腕手の平部にしかなく、伸び縮みさせることができる。残りの腕を、甲のある背側の中心の1体から順に、第1腕、第2腕、第3腕、そして、腹側の1体を第4腕と呼ぶ。 腕の長さはほぼ頭頂で、腕長式は4132または4123である。最長の第4腕は、背側外頭頂の半分の長さ程度。半口側の A 膜が第1腕から第4腕に向かって次第に顕著になるため、特に第3腕、第4腕は、半口側の表面に沿って顕著に張り出し、扁平になっている。 保護膜は発達は普通で肉中は弱々しい。腕の吸盤は先端から基部まで明確に4オ列でほぼ一様だが末端に向かうにつれほんの少しずつ小さくなる。また、第1腕、第2腕の吸盤は35から40列、第3腕、第4腕では60から65列ある。傘膜の発達は悪く、第4、腕を除く。 腕の内側から4から6列目の吸盤まで展開している。触腕の長さは様々であるが、状態の良い標本では普通頭部と胴体を合わせた長さ程度である。触腕柄は腕より少し細く、半口側は丸く、口側は平らである。触腕鋭膜は狭い。触腕手の平部は平たく、外形は三日月型。 または半月型に広がり、触腕の約1、8を占める。触腕手の平部の吸盤は12列で特に大きい吸盤はなく、微小、灯台で約200個ある。佐々木では、触腕手の平部の吸盤は一見縦10列に見えるが、斜めに16列並んでいるとしている。オスの左第4腕は、交接腕化し、これは俗の典型である。 高折腕化の影響があるのは、末端よりも基部に近く、基部よりの4から5列目までは正常で、続く6列の球盤が縮小している。特に6列目と7列目の球盤は、幾分か、小さくなる程度で、8列目以降の4列の球盤が、高折腕化した部分で、痕跡期間となり、これより、末端は正常に戻る。奥谷では、 腕吸盤の角質感に30から40のコバがあり、触腕手の平部吸盤の角質感はほぼ平滑となるとある。佐々木では、基部付近の角質感は、すべての円で、無数の細い面取りされたコバが互いにきつく、融合しているため、先端の円の外形はデコボコしている。末端の吸盤では、コバは、角質感の円で互いに分かれているが、 基部の円では未だ融合したままであることも多い。これらの吸盤の分かれた末端の小葉は10から20個あり、延長する。触腕の角質感は円に沿って、挙手状になり、30から40の小葉が数えられ、小葉の間の間隔程度に鈍いとある。稀に腕が分岐する気形の報告がある。1929年6月22日。 動物学教室の学生により発見され、東京帝国大学動物学教室博物館に持ち込まれ岡田要によって報告された本種の右大4腕は2度分岐し、3本となっていた。本種の貝殻覆面。内塩水が U 字型になっていることで多種と区別できる。甲以下の甲は貝殻とも呼ばれ、主に炭酸カルシウムからなっている。 本種の甲は幅広く、貝殻長の1、3から2、5の幅であり、形は、乱形で極めて薄い。配側表面は、後表では、アーチ状で、前方では平らになり、裸円を除き、何本もの集中した、線状に並んだ、多数の下流に覆われている。また、配側表面には3本の弱い薔薇がある。黄泉面と、 終わり室の境界は逆 V 字型に近く、外円水の後方はわずかに広がる。内円水は全体の1、4のところから始まり、後端は前方に張り出して、広い丸襟状になる。ドラトセピオンや族とは異なり、内円水と外円水は癒着する。出率は30で、佐々木は、出率に大きな変異があることを認めている。 本種の消化管は口玉の後方に、食道、胃、胃芋脳、消化腺、腸、そして肛門と続く。食道は脳を貫通し、内臓の中央部まで伸びる。胃は大きく膨らみ、その左側に、胃本体よりも大きく、ほぼ一巻きの螺旋を描いている、胃芋脳がある。胃は、その前にあり一体の左右相称な消化腺と、細長い管で連結し、肝周辺には、 消化線付属体が発達する。本種の腸は単純で細く、一度ねじれた後に前方に伸び、外頭膜内に開口する肛門で終わっている。砂底など無機質な低質へのカモフラージュと考えられる退色パターン。本種は通常、水深10から100メートル程度の砂電質の海底近くに生息している。本種の寿命は1年と考えられている。 7月に孵化した個体は孵化後約100日で貝殻長5から10センチメートル。孵化後約200日で貝殻長10から15センチメートルとなり、その後の成長は著しく鈍くなると言われている。定性の本種は、エビやかに小魚を好んで食べる。普段は腕を揃え、流線型をしているが、餌を見るときは腕を下に下げ、両目で立体的視野を得る。 そして、体を餌に対しまっすぐに向けるアテンションという行動を取り、適切な距離に近づくポジショニングし、それから触手を伸ばしてかる。獲物の注意を引きつけるため、第一腕を昆虫やエビの触覚のように伸ばすこともある。餌の捕食を視覚に頼るため、ガラス容器に餌を入れても、同様の行動をするが、発射した触腕がガラスに衝突して痛むため、 この餌は取れないということを学習する。他のコイカルイ同様に本種は産卵、降雪に先立ってディスプレイをすることが知られている。オスは第一腕を高く掲げ、メスに接近する。この時は外灯膜配側の体上藩や悲劇部の白線が鮮明となる。奥谷によれば、このディスプレイの目的は主に競争者のオスに対しての自慰行為と考えられ、 水槽中に一個体だけ収容された場合は、このような行動は見られない。降雪姿勢は、私ゆが人間が、両手の指を組み合わせたように腕を組み合わせる。降雪行動はその体勢を保ったまま、約5分間続き、降雪開始後、約1分半後オスはメスに生死を受け渡す。降雪により渡された生死は、脳内に詰められた状態で、ポケットに付着し、 活性が保たれる。産卵は降雪後直ちに開始される。本種は、早春初夏にかけ、内湾などの沿岸により、当初付近の岩石や海藻、チンギソフトコーラル、魚毛などに産卵する。卵は一粒ずつ生み出される。外頭長12から15センチメートルの韓国産の個体では、産卵数は2000から2500粒である。 親イカは産んだ卵に砂を吹きつけて、カモフラージュする行動が見られる。生死競争後イカ類では、オスの生死回を受け取る、メスのポケットは、イコ膜にある。ツツイカ類は2箇所の生死受け渡し場所があるが、後イカ類では遊泳力が、やや弱い成果1箇所のみである。複数のオスが、メスの口の下に生死を渡すため、生死競争が激しい。 すでに多くの生死を蓄えているメスと交接し自分の子孫を残すため、後位下のオスは他のオスが付着させた生死を自分の生死と入れ替える生死置換という行動を進化させている。オスは交接相手のメスの異項膜に前に交接した生死界があると、それを腕の半口側にある吸盤の角質感で引っかき落とす。 本種では30秒から1分半程度かかって、生死回を書き出す。受精は、未受精卵がロートを通って、腕の中に運ばれた後に、口の周辺で起こるため、オスは受精場所に、すでに存在する他のオスの生死を除去することで、生死競争を緩和させていると考えられる。本種の人脳内には、以下の5種の二肺虫類が寄生している。二肺虫は、 定性の陶足類の人能に取り付き、寄生生活を行っている動物である。二肺中による寄生の有無で、宿主の行為下の形態上の違いは見受けられないため、宿主は二肺中の寄生による害を被っていないと考えられる。また、逆にそれにより、行為下が利益を得ているわけでもないようであるため、二排中は陶足類に対し語り共生の関係にあると考えられる。 また、イカに寄生する、寄生虫として代表的なものに、線形動物の懐中類であるア、アニサキスアニサキス SPP が挙げられる。極めて多種類のイカが、感染源となることが知られているが、定着性の魚介類では、アニサキス幼虫の寄生は少ないことが知られており、東京都福祉保健局の、東京都健康安全研究センターによる調査では、 高位下15個体中からアニサキスは発見されなかった。しかし、チョイエトールの研究では、寄生率が最低としながらも、不山の市場で得られた、本種36個体中3個体で、アニサキスシンプレックスの寄生が確認されており、生殖により感染の危険性はある。産卵直後の卵脳は、ゼラチン状で、大きさは15から21ミリメートル12から14。 ミリメートル、半透明入灰色をしている。産み付けられた卵黄は時間の経過とともに8、7ミリメートル程度に小さくなって弾力を生じ、その表面に小砂粒や浮き泥等を付着して泥合色となる。しかし、灰の発育に伴って卵黄は再び大きくなり、孵化直前には単径9.2から11.2ミリメートルの休憩となる。 水温17.3摂氏22.8度において、産卵後孵化までの時間は29日から34日である。糖則類はトロコフォアやベリジャーにはならず、直達発生を行うため、孵化後は生体とほぼ同型の陽性となる。孵化直後の個体は、排足外頭腸は4.50から4.99ミ、mm、リメートル。 外頭幅は4.28から 4.72mm で、腕流し器は413イコール2である。卵黄は完全に吸収されている。ヒレは外頭の左右両側においてその後端より80%の部分にわたって存在する。背部は暗視褐色から淡灰色で、ヒレは淡くほとんど透明。背側外頭膜には脳褐色、暗褐色の 色素粒があり、その前縁にほぼ平行し6列約40個並ぶが、そのうち24個が特に顕著である。この色素粒は拡大時に明瞭で、縮小時は不明瞭となる。廃盤の発育中、ごく初期において、目と共に外廃葉の貫入によって平行期が形成される。はじめは単なる農場であるが、 肺の中央部に位置し外部よりも、明瞭に投手できる非常に顕著な器官である。平行期は負荷当初は、多種でも、ほぼ同一の構造であるが、幼生期では、それぞれ特有の構造を完成する。タコ類では、内部構造は単純で、平行極付近に1個突起があるのみであるのに対し、本種では11個の突起を持つまでに成長する。 本種の外藤長 5mm の妖精では、ミミイカ・ユープリムナモウサイと同じ6個しか突起を持たず、11個の突起は外藤長 21mm になる頃に持つようになる。日本中部から中国大陸沿岸、東南アジア、そしてオーストラリア北部にかけてまで分布している。日本近海では、関東伊勢、東シナ海、南シナ海の陸方、沿岸域に分布している。 南言はまだ正確に決まっていない。八幡浜港で競りにかけられた行為か。八幡浜の銅や市場に並べられた行為か。市場名、マイカとして売られる。日本、韓国及び中国において水産上非常に重要であり、中国の山東省やチャンス省から西日本までの東、シナ海で水揚げされる行為カ類の中で主要な位置を占める。 フィリピンでは、ビサヤン海やサマール海、リンガエン湾やカリガラ湾などの海域で取られ、地域漁業や自給漁業を支えている。本種は実験上にて、自然個体群の成長率を上回る速度で、市場サイズになるまで育てられる。底引き網、マスも、差し網、イカカゴ、釣りなどで砂取られる。中でも、イカカゴ漁は、 産卵期の大型個体を主対象とし、商品価値が高い上に、高イカを選択的に漁獲するため、漁獲量も多く、島原湾における高イカの漁業では産業的に最も重要である。神奈川県における低地網では真夏を除いて、ほぼ一年中漁獲され、4月がそのピークである。 統計128度30分以西の東、品海及び航海で行われる、異性底引き網による、近年の漁獲量は8000から1万3000トンである。このうち年間漁獲量の約85%以上が10月から4月にかけての期間に、残りの15%以下がそれ以外の期間に取られている。漁獲量の少ない期間の前半、5月から6月は、 産卵期にあたり、その現象は、産卵群が、大陸沿岸域などの産卵場へ移動し、異性底引き網の創業域から去るためであると、考えられる。また、漁獲量の少ない期間の後半、7月から9月は、産卵後にあたり、漁獲量の減少は、産卵親個体が産卵を終え死亡し、またその年に生まれた、個体群は9月頃まで内湾、旋海域で生育し、 それが加わらないためと考えられる。韓国での水揚げにおける研究では、水温は、摂氏10度から摂氏15度の範囲で、海底の塩分濃度が33.2パーミルから34.45パーミルの間で最も良い水揚げ状況だとされる。また、タイランド湾では、アミモン高ウイカセピアアキュリーアタ d ービに18、1848アジア高ウイカ、 セピア・リカーバイロストラスティン・ストラップ1875トラフ・コウイカ・セピア・ファラオニーズ・エーレンベルク1831などとともに3万トン以上が水揚げされ大量に日本に輸入されている。コウイカに限らずイカ類全体の水産資源の悪化が懸念されており日本における全漁法を合計したコウイカ年間漁獲量は ピーク時に2万トンを超えていたものの、2006年には7000トンの水準まで落ち込んでいる。水産資源保護を目的として、日本政府は、漁獲可能量制限及び漁獲努力可能、量制限の制度を導入している。しかし、UA 性のスルメイカが1998年から、TAC に、ヤリイカが手にそれぞれ指定されているものの、海底に生息する。 高イカ類はこれらの指定品目対象外となっており、漁獲規制はかかっていない。高イカ漁獲現象の要因の一つとして考えられるのが異性底引き網による漁獲状況である。東、シナ海から航海にかけての底動資源が悪化したことに加え多数の中国船との漁場競争が激化したことなどにより、ピーク期には約1000隻あった日本の漁船数は 2017年1月1日時点で、わずか8隻まで減少している。また、沖合では、佐賀県から、福岡県にまたがる唐津湾が、高位下の漁場として重視されているが、1991年には、全漁法合計で約400トンあった唐津湾の、漁獲口も、2007年以降は50トン前後の、低水準で推移している。肉は厚く美味で、刺身、 寿司ネタや煮物、塩焼き、漬け焼き、ウニ焼きなど、様々に調理される。小さいサイズのものは調理用に冷凍される。4から5月頃が旬であるとされる。漢字でイカを表すは、中国医学では本種を含む高イカ属セピアを呼び、シリア系家族セピラに当てられる。海苔はイカが吸盤で餌を捕まえることから、くっつくというイメージにより名付けられたものである。 黒い墨を吐くことから、カラスと呼ばれるようになり、同音の、イカに書き換えられたが、中国の民間説話では水面に浮かぶイカを死んだと思ったカラスが巻き取って食べてしまうことからカラスが、イカの天敵と考え、イカと呼ばれるようになったとされる。また、中国医学では、船形の甲を海だこと呼び、生薬に用いられる。新郎本造業には、イカのようにある。 イカ魚骨味完備、主事女白岡赤白へしる、血平、影色、湿、寒熱、無視。心脳、心脳本蔵鏡また、ソモン腹中論兵には、力の治療について、以下のようにある。も、四カラス骨一腕二物愛の、丸もジャクラン大女小図、も、五眼ため後し陰意放魚汁、理調中及び、気づきもなり。気迫、モン。 腹中論編、ありがとうございます。